どうも、在留者編集部の高梨治です。今回紹介しますのはですね、昨年の秋からですね、我が在留者が創立35年を、記念して、取り上げている、社を挙げて取り上げている大事業、の紹介をしたいと思います。秋からやっていますのは児童書ですね、学校図書、特に学校図書館に向けた児童書に参入いたしました。その中で最も早くですねシリーズが完成しましたのがこちらです。知っているようで知らない会社の物語ですね。これは全3巻です。今期全3巻完成して、この外箱もいよいよ出来上がりまして、全国の図書館、全国の書店に広がっていっているところです。内容を説明いたします。第1巻はですね、ディズニーですね。ディズニー、みんな大好きなディズニーです。それから第2巻コカ・コーラ、これもですねちょうど日本で売られて100周年ということですごく騒がれているというか、飲料です、みんな知ってますね。それからナイキ、これも少年、サッカー少年もみんな大好きなナイキですね。実はこれらみんなが知っている、会社なんですが、どのように成立しているのかちょっといまいちわからないなっていう人が多いと思うんです。でもこれはですね、いろいろな使いコラムも充実してますし、こういう表組、いわゆるグラフも充実していて、子供からそして大人までも楽しめる児童書として仕上がっております。で、特色だけを簡潔に言いますと、全部振り仮名がついてます。いわゆるソウルビってやつですね。で、なおかつ最後に、作品も全部ついてます。作品もついてますね。全部作品も作品にまで読み仮名がついてます。ここまで細かくですね作ってありますので、ぜひ一家に一冊、いや違いますね、一家にワンセット、それで各学校図書館、公共の図書館にも、ぜひ、ワンセット、取り揃えていただき、子どもたちの、想像力、ですね、そうしたものと、あと調べ学習に役立つこの本書をぜひよろしくお願いいたします。以上です。